はい、とスーパーロボット対戦 Z 実況プレイのパート286でございますと、ガリア編終わりましたね。テストルームの交通の話見ていきます。第20話ですね。いろいろ合流してるんでまた調整をしておきました。ここのフラグは特になし。一応なんか主力で使いそうなやつはまあ最後まで使わなくても3段階ぐらいは強化しとこうかなみたいなイメージを持ちました。ハードでやってるで敵もね全部あの3段階強化で来るから、こっちもそれなりにね戦力合わせておかないと。嘘のない世界。簡単イナニメックスブルート撃墜。ガチコンな、ちゃんと6段階強化してるんだけどな。43%。当てにくすぎじゃね？出てきやがった。お、こいつら当ててくるぞ。いて。空中使っておかないと危ないな。メックスブルートの処理を急ごう。メックスブルート倒しておしまいってわけじゃないと思うから。
当てにく。落とせねえか。もう一回信頼だ。ユーレカでもこの命中率。間違えた。危ないよ。簡単。片付いたかな？よし。へい。ふん。こんな頭で。聞こえるなら聞かせてやるさ。サラ好きだ。サラ愛しているんだ。サラエクソダスをする前から好きだったんだ。好きなんてもんじゃない。サラのことはもっと知りたいんだ。サラのことはみんな全部知っておきたい。サラを抱きしめたいんだ。潰しちゃうくらい抱きしめたい。心の声は心の叫びでかき消してやる。サラ好きだ。サラ愛してるんだよ。僕のこの心の内の叫びを聞いてくれ。サラさん、クラスが同じになってから、サラを知ってから、僕は君の虜になってしまったんだ。やれやれって愛してるってこと、好きだってこと、僕に振り向いて。サラが僕に振り向いてくれれば、僕はこんなに苦しまなくたって済むんです。いいね、祝福されてますよ。この本に真っ赤っか。優しい君なら僕の心の内を知ってくれて、僕に答えてくれるでしょう。僕は君を僕のものにしたいんだ。その美しい心と美しい全てを、誰が邪魔をしようとも奪ってみせる。追い敵がいるなら今すぐ出てこい。相手になってやる。でもキスだけじゃない、心から君に尽くします。それが僕の喜びなんだから。喜びを分かち合えるのならもっと深いキスを。オッケーオッケー。BR のグロマグリで。いつものラインナー。
プラネタとエンペラー回復系。いい感じに行くんだな。とりあえず3段階強化入ってるから普通に雑魚ですら結構強い。ほら、チョラの敵以外は普通なんだよね。一応防刃装置つけてるから戦いはするけど。遅れ射撃で。ナイスー。いや、無理すんな。なるべくね、ちょっと勝つとかね、ガンダムチームに活躍させないといけないんですよ。レベル上げないといけないから、あの旧ガンダムチームね、ちょっと意識してレベル上げないと。25以下の連中、特に当たらな。あー、そっか、なるほどな。
これで技と、やっといて、これで言うと多分こうした方が、良いのではないかという。痛え。もうちょい。テーマは確か大丈夫なんだよ。ここだな。ここかな。努力ねえや。あとレコアもか。レコアどうしちゃったっけ。レコアはこれだ。なるほど、気合い。ハリネーシ、あ、来た。グランナイツの諸君、合心せよ。全然上がんねえ。大体予想したけど、思ったより上がんない。これボスクラスやった方がいいかな。当たってねえし。せっかくあれこれ仕込んだのに。
チャラのねパンサーだけはパンサーねやあパンサーだったかだけは強化してあるんで俺なりに戦います。なるほど。おお。いや、反撃いいね。でも今攻撃を外させたことによって戦でひらめきが消えた。よしよし。何でもいいから撃墜しないと。ちょっとでもね、平均レベルを上げていく。落とせねOkay.
変えた。であとはピンクだけかな。これをどれで倒すか。あげたいな。パツあげたいけど、ダメージ足りるかな。誰か分析とか使えない？ある。あ、弱い。全然ダメージ取んなかった。いつかなんかレベル上がったからいった。いつか あとアレコア、ロベルト、アポリー、別にライフルでもよかったじゃないか。まんざらじゃないんじゃないの？はい。あ、まあこのままでいきましょう。特にいじることもないな。そしたら次第21話ではトビーとお別れだね。はい。
また次回も引き続き進めていきたいと思います。では、スーパーロボット大戦 Z 実況プレパート286、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てるな。